はい、今ね、私は、三重県にあるね、菜花の里という場所にね、来ております。ここはね、結構イルミネーションで有名なんですが、僕はね、毎年来てるわけなんです。で、ちょっとね、今日はこちらで軽くイルミネーションを撮りたいかなと思っております。それでは、行きましょう。はい、ということで菜花から帰ってまいりました。いかがだったでしょうか。まあね、動画の方音声はねほぼない状態にしてあるんですが、まあ雰囲気がねちょっと伝わればいいかなと思います。菜花はね、LED の数でも結構全国上位になると思うので、ぜひね一度はね行っていただきたい場所ですね、個人的に。うん、であとですね、菜花、まあ、遠くから来られる方は菜花行く前に、まあ、アウトレットとか、伊勢神宮とか、花水木、あの温泉がねあるので、そこに泊まって菜花見たりアウトレット行ったりして、まあ、満喫していただければいいのではないかなと思います。まあね、このまあビデオの前に、実は Vlog の前に、まあ、他のねVlog も作ってたんですが、ちょっとね素材が足りなくて長引いちゃって今これになってるんですが、一応ね撮ったものをこの動画にちょっと差し込んできます。パナのね100-400ですね。これ今年じゃないや、去年のね頭ぐらい、春ぐらいに出たものになります。 42.5 ですねの F1.7 と、まあね、来月ね CP プラスがあるので、カメラもね結構各社出してくるのではないかなと思うんですが、まあ、ん？ちょっと待って。GG 音してない GG 音。AF だ。そうか。今ね、8ミリのフィッシュアイをつけてるんですが、ジー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 ってね、これ取れてるかな、音が分かんないけど、かなりジージー言ってます。これまずいな、これあんまり使えないレンズ、この子使えないね。うん、残念。まあ写真には使えると思うけど、動画としてはちょっと残念かも、このレンズ。まあ古いんでね仕方ないのかな。
ね、まあね、こんな感じで一応ね、軽く Vlog 撮ってたんですが、まあ、まとめてアップということになりました。まあね、もう早1月もね、終わりに差し掛かって半ば過ぎて、もう下旬になってるということで、1年本当早いのでね、ぜひ皆さん、時間を大切に有効に使ってください。それじゃあ、またね。